皆さんこんにちは、レクセン講師の根本です。今回、令和3年の合格者の方をお迎えしました。おめでとうございます。ありがとうございます。まず受験回数何回になりました？10回です。よくやりましたね。よく言われます。最近めっちゃ最近のその不合格っていうのは、はい、どんな感じだったんですか？基準点いったいかないとか。いや、もうそんなレベルじゃなく逃げ切りを取れてるけれども、去年は 0.5 点、記述が足りなくて落ちて。え、記述だけ足りないね。記述が 0.5 点足りなくて落ちて。そのよ。で、その3年前もあと3点で落ちて、それはもう全部記述を超えてたんですけど、で、その前も、あと2問で落ちてというのを、基本的に10年やったんですけど、基準点に行ったのは3年目ぐらいからずっと基準点を超えてて、そこからあと1問2問をずっと繰り返して、今年、いくつか来たんですけど、まず1つ目、はい、よく心が折れませんでしたね。もう、意地です。じゃあ2つ目、はい、今年だけうまくいったなんか理由ってなんかありますか？それなんですけど、前、根本先生のパーフェクトローラー講座で、講義中に神社参りをしろと。はい、あと墓参りをしろとおっしゃってたので、はい、僕には何が足りないのかと考えた結果それだということで、はい、4月から7月まで合計で30回神社に参りまして1ヶ月に1回墓参りに行きました。ありがとうございます。わかりました、わかりました。皆さん何が大切かというと講座を取ることです。そうです。本当におめでとうございます。じゃあ、今、受験生に対して何か言いたいことがあったら、もう、何回受けたとしても、もう恥じることはないんで、逆に10回寄せ、もう10回目で合格しましたって言ったら、それがステータスになるんで、絶対に諦めないで、受け続けてください。っていうことですね。ありがとうございます。